昭和17年4月18日のドーヒットル空襲により、国際法上禁じられている民間人に対する攻撃が行われ、国民の怒りは沸騰していました。そうした中の軍令部会議で、米国本土空襲が決定。当時海軍のエースパイロットであった藤田信夫飛行兵総長にその命が下りました。実は彼こそが、潜水艦が搭載する水上偵察機で米本土に対する攻撃が可能である、と提案した人物でした。昭和17年9月9日未明、オレゴン州沖の潜水艦25号の甲板から、藤田兵総長の零式小型水上偵察機が発艦します。約40分で標的である出球国ユーリン一帯に入り、エミリーさんに爆弾2発を投下、炎上を確認し機関、さらに、同月25日にも再び空襲を成功させています。これが日本軍によるアメリカ本土爆撃です。この空襲を受けたことをマスコミから伝えられたことにより、日本軍による空襲に備え、この地域には、シェルターや防空壕が設置されました。この空襲による我が国の戦果は微々たるものでしたが、米国民に大きなショックを与えたことは間違いありません。しかし当時、日米双方ともその情報を知る人は少なかったのです。